あーやめたいやこれちょっとこう本体に合流するやられてるやられてるよ。よいしょ。ね、Cの3まで戻る。あ、ええ音した。よし、報告や報告。分隊全滅かな。僕は言うた方がいいですか。僕死んでますけど、うん、え、僕死にましたけど、まあ、僕も死んでるんで。お、味方やな。返事ないな。全員交代しよう、交代。全員交代、交代、海兵隊交代。何やったっけ。C の3まで交代。そうは言うても交代するしかないしな。ここだけなんですぐ分かんねやろな。でさっきの距離感からしたらそんな遠いとこにないはずやんか。ないんかな。はあ、休憩休憩。でもあるとしたら次やし D かもしれへんな。うん、裏返ってる。うん、かもしれへん。でも釘で打ってるから。なんで一人で来んのっていうの。
あれをされるとリスタートしにくいんだよね。今実はちょっと前行ってめちゃくちゃええ感じで待っててんか。ああで目の前ガサガサ今日ってもうちょっとやる、もうあと2メーターぐらいし何もできんよ。でももうちょっとや、もう打とうかな、どうしようかな。バックスバニー、バックスバニー。うわ無線切りたい。打たれて。なん持ち歩いてるんや。結構、まあ、隠れてんのに無線の声だけ聞こえてバレバレだ。もう撮れへんかったとこの動画あげるわ。もう箱にいっぱいおるもんね。うん、すぐそこおるやろ、うん、どういうあれやろな。誰かいる？僕のちゃうけど。あれよね、B でこうぐるっと迂回して回るのが、うん、でももう端っこまで行ってみたしな、無理やろ。どう見ても道がない。だから大平さんが B で行くって言った時にすごい曇った顔したのは行けへんからやったと思う。あほんで聞いたんですか、 B って言って D って言われて、いやいや B ですみたいな。だって真ん中行ったら結局このラインで行くんやから、それも過酷やん。で俺ら人数少ないしな。でもええところはやっぱりこのスリングが引っかかる、ロープがついてこれに引っかかってなんかちょっと楽。ちなみに俺は引っかからへん。あ、リュックがあるし。リュックがあるし。リュックの片側だけ落ちにくいとか。意外と構えやすい。6キロはちょっと構えてない。6キロよりええの？不思議。まあこの胸のとこはプレート入ってへんしな。やつらはどういう。めっちゃ勝手に行き勝手に行き。え、だって弾補給しろって言ってたし、うん、な、人間の補給もせんと。関係ない、忘れてくれよ。水はもっと。まあなんじゃ。でも1時間ぐらいうろうろしてんの。まあ46分か。なあ、なんか無線で秘密のルートないんか言うて聞きたいぐらいな。どっかその辺トンネルとかないんかな。穴が何個かありました。穴あった？ちっちゃい穴。ちっちゃいんか。中島さんやったら入れるけどみたいな。諦めてどっか行けみたいな。だってさ、あんなとこにいられたら次復活できひんやん。あそこ大事、ハットモーター赤いの。でも次のどうせ4とかちゃ D か C D か C か分からへんけど、どうやってやられます。あれ2人。バックスバニーです。僕の本体見てないです。だいぶ前に見たけど。本当ですか？どっち行きました？あっち。
せやけど、もうすぐそこに、すぐそこいるで。さっきの北ベトナム。奥の監視ってこいって司令部に言われて、うん、2名で行ってきて、なんか交代が来たんで、うん、でしたらこの辺りで D の6に向かえるかで。D の6に向かえるか。D? 目の前にいるわ。無理。現在 C の3で、補給しております。ブラボーや、B や。あ、B か。だから最初と目的は変わらへんねんけど、ルートがないって。ルート。